ブラックはホワイト。皆さんこんにちは。BW ニュースの時間です。私キャスターのポール宮田です。なりがいいね今日は。さあ最初のニュースです。政府は地球温暖化対策といたしまして、家族で冷遇されているお父さんを募集をしております。対象としましては、携帯電話、家族間無料通話契約しているのに、家族からは一本も電話が来ないお父さん。また家族会議で老後の話にお父さんの話題が全く出ない方。ペットの餌代より昼飯代の方が安い方など、ぜひ心当たりある方は応募していただきたいと思います。続いてのニュースです。最近警備員に転職する駅員さんが大変話題になっているようです。警備会社から大変重宝されているというニュースが入ってまいりました。特に宝石の展示会では大活躍のようです。やはり駅員だけにダイヤはしっかりと守るんですね。以上 BW ニュースでした。また次回お会いしましょう。